っとり濃厚がたまらないクリーミーミートボール。里芋は厚く皮を剥いたらレンジで柔らかくします。熱いうちに潰して粗熱が取るまで置いておいてください。手を水で濡らしてから里芋を作りたい肉団子の大きさよりも一回り小さく分けておきます。食材を混ぜて肉ダネを作ります。里芋を肉ダネで包みます。出来上がった肉団子はまだ火を入れていないフライパンの上にどんどん置いていってください。上から油を振って弱火から中火で表面白くなるまで蓋をして蒸し焼きにします。酒を入れたら蓋をして3分蒸し焼きに。フライパンでミートボールを作るときは裏返さず表面の丸みだけを大切にして蒸して作ると見た目も綺麗に仕上がります。米粉とバターを入れて肉団子の全面にまぶすようにフライパンを揺すって粉っぽさがなくなってきたら舞茸、牛乳、調味料を入れてとろみが出るまで混ぜながら加熱すれば完成です。中にクリーミーな里芋が入っている贅沢なミートボール、ぜひ作ってみてください。